映画のコラボということで、長めの動画で全パターン解説やる上では学びをエンタメに。どうもポサローのセスブルです。さあ今回は特別ゲストとしてガチロビーシーロさんに来ていただきました。お願いします。いやいやいや、もうようやく念願のコラボということで簡単に自己紹介していただいてもいいですか。ガチで伸びる受験数学という YouTube チャンネルを運営してます。普段受験数学に使うような面白いですね、滑走であったりとか面白い見方、そういうことを解説している YouTube チャンネルになります。お願いします。概要欄に貼っておきますので、僕はやっぱ論理の動画がすごく好きです。ありがとうございます。はい、もうぜひ見ていただきたいんですが、なんとですね、僕と、椎名さんどういう繋がりかっていうとこちらですね。昨年の秋に、東大数学のこの本出してまして、また2024年度今作ってる途中なんですけれども、かなり 2、3年ぐらいかけましたよね。2、3年ぐらいかけて何回も集まって、本当にそうです。めちゃくちゃ集まって、いろいろで、やっぱ椎名さんすごいなって思うのが、別解が多いというか、一つの問題の深掘り、別解6とか7とか6とかしたね。そう、本当にもうぜひぜひ手に取って見ていただきたいなと思うんですけれども、数学のプロフェッショナルと呼んでもいます椎名さんに、今回ちょっと数学の勉強法を語っていただきたいと思うんですけれども、はい、特に椎名さんが勉強法を語るでこれ意識しておきたいとかってありますか。勉強法いろいろあるんですけど、特にね、最近はまあこういう YouTube があったりとか、いろんな情報がねたくさんある中で、どうやってねそれをうまく併用していくかみたいなこと、そういうことを中心にちょっと話していけばと。今回は YouTube をどうやって活用するか、特にパスラ終わったら全パターン解説とかも出てますので、そういったものも含めて使い方、勉強の仕方っていうのを解説してもらおうと思います。それでは早速やっていきましょう。レッツゴー。じゃあもうぶっちゃけ、椎名さん、その YouTube の使い方みたいなところですけれども、なんか一番こう伝えたいこととかってありますか。 YouTube なんですけど、単発の動画ってたくさん目にすると思うんですけど、単発の動画だとこれどうやって勉強するんだろうって結構悩ましくなると思うんですけど、基本的にはセットになってるもの、全パターン解説もそうですし、僕もその基本的にセットというか講座というか、ベクトルの解説をします、シグマの解説をします、論理の解説をします、テーマを決めてね解説をする、セットとしてある程度固まってるもの、体系化されてるものを使うのが基本的にはもうおすすめと。コンセプトとかある程度まとまってるので、これをしっかり見切ったら何が得られるかって分かりやすいですね。何を目標とするか、目的とするかっていうのが、明確なものだとすごくね使いやすいかなと思います。特にね、スバル君の全パターン解説の数3の積分とかも明確に、そうですね、積分勉強したいね、全部知りたいって言ったら数3の全パターン解説見れば基本的に全部パターン分かるから、そうですね。実際あと学校の先生方とかもよく話す機会多いんですけれども、やっぱり先生方としても例えば夏期講習とか夏休みの宿題として意外とああいう全パターンとか印刷して配ってやってこいみたいな、めちゃくちゃいいですね。確かにそれ学校の先生方も使いやすいですね、まとまっていた方が。あ、僕もちょっと学校の先生に使ってほしいな。絶対あると思いますよ。僕は論理の動画とか絶対学校でやらないんじゃないですか。そうですね。論理とか、なんならベクトラー内積の話とかも、結構やっぱ椎名さんのそれ僕もよく見てるんですけれども、本当に学校とかで習わないんだけど入試で絶対知っといた方がいい、っていうやっぱ形なので、ある意味本当に全パターンもそうですし、椎名さんのベクトルとか論理っていうのも見ていただきたいと思うんですけれども、確かにまずそこは1点ありますよね、はい。その上で、例えばじゃあ全パターンに関してなんですけど、ぶっちゃけ椎名さんで全パターンどこまで見てますか。全パターンそこそこ見てます。そこそこ見た、なんかだけじゃなくて、はい、印刷してある、全パターンファン、数三積分150台印刷してある、セブンイレブンで印刷してきました。しかも他にもめちゃくちゃあります。他にもね、ありますよ、整数問題、はいはいはい、整数問題も印刷してきました。いや、用意周到、ベクトルも印刷してます。あ、そこそこの分厚さがね、こう印刷して、こういった2ページを1枚にしても結構な分厚さがねありますね。相当な情報ね得られますね。そんな椎名さん、それこそ整数とか見てくださってると思うんですけれども、じゃあ後でそれこそ別の動画とかで、椎名さんが受験生に戻るんだったら、どの全パターン使うべきかみたいな話を聞きたいと思うんですけど、全、はいはい、パターン解説についてメリットもあると思うんですけど、デメリットというもうぶっちゃけ物申してほしいなっていただいて、全パターン、全パターンっていうね言葉も賛否あったりするんだけど、いろんなね入試でよく問われる典型パターンを学べると、動画で6時間とかね結構長い時間で一気に学んでいけるっていうめちゃくちゃ大きなメリットで、こまめにね1台ずつちょっとずつやろうっていうんじゃなくて、もう一気にこうスバル君が自分の身を削って、命を削って、熱量を込めて熱量を込めて解説してくれて、熱量をもらってね一気にみんな勉強してほしいんだけど、勉強するモチベーションも湧くと思うんだよね。その中で例えば土日とか決めてね、今回は数
通算の積分全部理解するぞみたいな感じで一気に勉強して、実際青チャートとかのレベルをほぼ網羅できるようなね、通算とか積分とかだったらね、他の分野だったらより入試レベルまで到達するようなところまでできるので、歯ごたえはもちろんあるんだけど、めちゃくちゃ勉強になります。めちゃくちゃたくさんのことを学ぶことができます。確かに、まあ密度が濃いみたいな形ですよね。逆にこうデメリットとかもありますか？デメリットはね、ここがダメとかそういうんじゃないんだけど、普段のやっぱ勉強とこのパスラボの結構そこそこね重さあるので、それをどう両立するかっていうところがめちゃくちゃ大事。普段の勉強ってある意味参考書とか学校の勉強みたいな。学校の勉強、椎名さんだったらどう使い分けます？どう両立します？バラバラになっちゃうとね、めちゃくちゃ知識があっち行ってこっち行って、教科書ではこれやって、参考書ではこっちやって、パスラボではこっちやって、となるとあんま良くないと思うんだよね。どうすればいいかっていうと、例えば通算の積分全パターン解説ねやりますって言って、分数関数でとかルートを含むとかね、三角関数とかこうやってった時に、普段使ってる参考書何でもいいです。学校で使ってるやつでもいいし、青チャートとかね自分で何か使ってるやつでもいいです。でそれと対応見比べながら、この問題は青チャートだったらこの問題だよね、ここら辺の内容をこの全パターン解説ですでに勉強できてるんだよねとか、丸つけて丸つけて、ここまではスバル君の動画で一緒にやることによって全部できてるよねっていうのを丸つけながらやると、同時並行で走らせることができるし、効率的になると思います。基本同時並行で走らせてほしいなっていうふうに。ある意味全パターンでやったところの、まあ、類題みたいなのをちゃんと意識しながら進めていくっていう。確かに、そうです。これ実際椎名さん の、 まあベクトルとか論理とかもそれともできるような形になってます？論理は参考書とかでね、論理っていうあの内容がないから、もしやるとしたらその本をね別に買って、数学の真髄っていう本であったりとかを買って、その中で対応させてやっていくってなったらすごく使いやすいと思うし、あとベクトルもね、僕が少しねこう内積の使い方とか、あまり教科書とか参考書にあんまり触れられてないことも多いんだけど、青チャートとかリアクションレジェンドとかのコラムとかでは一部扱ってたりするから、正社ベクトルとかそういうのを、あここなのかこれなのか、普段多分やってたら気づかないと思うんだよ。読み飛ばしてんだ大体、ここめっちゃ使えるじゃんっていうのを、まあ、ぐるぐる丸つけてね。わかります。コラムって多分普通勉強してるときみんな読み飛ばすじゃないですか。読み飛ばすけど、授業で扱ったときにそれこそコラム見たときの発見とか気づきかなり多いですね。感動するよね、ここ、あ、こんな使えるんだっていうねことを授業とかで感動して発見すると思うんだけど、よく見ると青チャートとか隅っこの方に書いてたりするよね。書いてますよね。青チャートいけてんじゃんってこっちは見ると思うんだけど、使ってる本人は気づかなかったですね。ああ、うん、そこの意味でやっぱ授業と青チャートの両立結構大事かもしれないですね。大事ですね。さらにこう使い方みたいなところでアドバイス、おすすめありますか？長めの動画で問題数もたくさんあると思うんだけど、全パターン解説やる上ではなるべくね短時間、1日とか2日とか、まあ長くて1週間とか、これやりきるぞっていう風に気合い入れてね、やってほしいなと思います。ちまちまやるのとまとめてガツンってやるのって、こういうまとまった教材をまとめてガツンの方が絶対いいんですね。全パターンとかだったら、じゃあ40問あった時に、じゃあ1日1台ずつやって1ヶ月ってよりは、本当に土日にまとめて見切るぞの方が記憶に残りますし、記憶に残る、関連付けもできるので、じゃあそこはもうある意味パワフルに時間取って、例えばさ医師国家試験とかもさ結構さ、はい、莫大なんじゃん。ほんとそうっす。あれをちまちまやってたら一周するごとに記憶ないことになっちゃう。もうほんとそうっす。もうほんとにそうっす。もう何も残んないから。やったのに。なんか1年前にやったこととかなってきて、もう何も覚えてないってなるじゃん。それのもうちょっとちっちゃい版なんだよ。これ資格試験とかに応用できますよね。確かに応用できる。これはねガツンってねやった方が絶対に。ガチのみ、あ、まあ、椎名さんのチャンネルでもその結構長尺の動画が多分出てると思うので、はい、まあ、ぜひね見ていただきたいなと思います。Enjoy。 さあということで今回ちょっといろいろ語りましたけれども、椎名さん実は本当全パターンいろいろ見てくださって今回印刷もしてくれましたけれども、椎名さんが受験生の時にぶっちゃけパスラーがもしある、はい、そしたらどの全パターンから優先して見るのかとか、どういう感じやるのかをちょっとこれも語ってもらいたいなと思うんですけれども、これ続きの動画でねしたいと思いますので、ぜひそちらの動画も楽しみにしてほしいなと思います。はい、ということで今回の動画は以上になります。この動画良かったと思う方は高評価、チャンネル登録の方もお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。